これは王であるリオンが望んだ世なのです。争いのない穏やかな世界、私の理想など遠く及びませんでした。リオンがこんな世界を望んでいる、んなバカなことがあるか。日暮さん、あなただけは私の考えを理解してくれると思っていましたが、残念です。妖怪が愚かなのは言うまでもありませんが、人間も負けず劣らず愚かですよね。どんなに文明が栄えても人類は戦争をやめようとはしません。それどころか令和の世界では人類自らを滅ぼすほどの力を持っています。そうかもしれないけど、リオンと私でこの世界の人間をコントロールしていきます。そんなことをリオンは望まない。日暮さん、世界がこれからどんな争いを繰り広げるか歴史の授業で学びましたよね。あなたには特別授業をする必要があります。ここは私が。